今だ、ルリア。はい。消えた。影が消えていく。やったのか。よくやってくれた。これはなぜだ。なんで、どうして、なんでみんなまだ戦ってるの。もう影はいないんだよ。まさか、掟を守りお互いに裁きを。同胞殺し、同胞を傷つけることは死罪。さっきの騒動で、もし誤って味方を攻撃していたとしたら。ちょっと待てよ、そんなバカなこと起きるわけねえだろ。バカなんだよ、起きてよ、吸収を守り続けた僕たちは。ファイト。やめろ。憎むべき敵は消えた。混乱をもたらす影は消えた。違うんだ。僕は君を手にかけるつもりは。誰か僕に裁きを与えてくれ。頼む。掟など、吸収などやめてくれ。僕たちは滅びを求めた。それは誇り高く美しい死だと思っていた。だがこれのどこが誇り高く美しいって言うんだ。嫌だよ、こんなの嫌だよ。
本当に本当にバッカじゃないの。掟と吸収が命よりも大事なの。本当にそうなの。それならさっさと滅びちゃえば。あんたたちなんて大嫌い。だけどね、バンピーちゃん、あんたたちがいなくなるのもっと嫌なんだよ。あんたたちがいなくなるのすっごく苦しいんだもん。バンピー様なんて子供のような取り留めのないことを。だがその子供の言葉に、異端の声に、我々は心を揺さぶられた。貴様ら、今なら私の声が聞こえるだろう。バンピーの思い、届いたであろう。やめるのだ、愚かな争いを。さあ、さっさと出て行け。長居する理由はないだろう。はあ、どうも冷たいじゃねえか。仮にも島を救ったんだぜ。もう少しぐらい温かい対応してくれてもいいんじゃねえか。もちろん温かい対応をしてきただろう。証拠に食料や物資を分けたり、宿を貸したりしたじゃないか。それにこうして見送りに来るのだって異例なんだぞ。くそー、腹立つぜ。まあまあ。ちょっと、またバンピーちゃんの友達に失礼なことしてるの？くおー。いや、破格の待遇をしていたところだ。てめえ。すまない、抑えてくれ。彼らに代わり非礼を詫びよう。数千年にわたる長き歴史、そう簡単には我らも変われぬのだ。必ず新しく変われる時が来る。そのきっかけを作ってくれた貴様らには心より感謝している。ふん、どうだかな。もうすねな
ベースを貸すって一体どういうことだ？ずっと前からフェルドラクとね、約束してたの。ベスちゃんの病気が治ったら野生に返すって。でも今さら野生に返すなんてできないし、ケンゾ君に預かっててほしいの。ギャオ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 。離れたくないって言ってるぞ。まあわがまま言わないの。ダンピーちゃんこの国のお姫様なんだから、この島のみんなが変わろうとしてるんだもん。私も一つぐらい約束守らないとね。バンピ、ようやく王女の自覚を。ギャー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 。バンピーちゃんを困らせないの。バンピーちゃんだって離れたくないよ。よし、やっぱりバンピーちゃんの島を出ようっと。なんだと？僕が君に抱いた感動を少しだけでもいいから返せ。だってベスちゃんかわいそうなんだもん。いいだろう。外の世界をよく見てこい、バンピー。本当？だが申し訳ないが、今しばらくは島に残っていてほしい。しばらくの間でいい。変わっていく我らを支えてほしいのだ。もう仕方ないな。あんたたちはバンピーちゃんがいないとすぐ頭カチカチになっちゃうもんね。ケンゾ君、ベスちゃん、みんな、しばらくの間お別れだけど、いつか会いに行くからね。その時はまた一緒に、今度はベスちゃんも一緒に果物集めよ。はい、一緒に集めましょう。いつでも歓迎しますからね。その時はもう少しだけわがままが治ってるといいんだけどな。むか、何よ、つねらせなさい。えいで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 、悪かった悪かったって。バイトよ、外の世界はどうだった？なるほど、外の世界は広い。そう投げかけてくださった言葉の意味、今なら少しだけわかるような気がしますよ、フェルドラク様。あの時の僕は掟や吸収を優先し、団長たちを見張ることしか考えていませんでした。だから日差しが強いということしか。そうか、なるほど。なればもう一度見てくるがいい。いいえ、僕は彼らに滅ぼされたメドベキアを再興せねばなりません。はあ？言うにこと書いて俺らが滅ぼしただ？そうか。確かに滅ぼされた。何言ってんのよ、ケンゾ君たちは。それじゃあ滅ぼしてるね。なんだよ、バンピーまで。さあ行け、人間たちよ。ベスを頼んだぞ。ベスちゃん、少しの間お別れだけど、ちゃんと待っててね。会えなくてもバンピーちゃんとあんたはお友達なんだからね。キャー。まあそんな顔しないの。バンピーちゃんだって
悲しくなっちゃうんだから。キュー、どうして困らせるかな。困らせる子はバンピーちゃん嫌いになっちゃうよ。キュキュー、またすぐ会えるよ。だからちょっとだけ我慢してね。さあ行け、早急に行ってしまえ。くー、なんだか腑に落ちねえけど行くか。ありゃ、我らを救い我らを滅ぼした人間たち、敬意を。ありがとう、誇り高き人間たち。君たちの未来に祝福を。願わくばその未来、我らの良き友とならんこと。Thanks for watching. Like, subscribe, and comment for more Granblue Fantasy.